通信講座第1回絵を描くための基本1なぜ絵を描くのか描きたいから面白いから楽しいから好きだからという理由が一番絵を描くために自然だと思います好きでもない人は絵を上手に描きたいという気持ちだけでは楽しめないので 書き続けられずゆえに上達もしません。あと、暇だからということもあると思います。えー、学校の退屈な授業中、えー、落書きでもしていないとやえきれなくなる場合があります。眠くなって、眠れないとなるとバカになりそうになる。だから落書きは救いになるわけです。 賢くなるための授業でバカになるなんて本末転倒だと思います。2何を書くか、えー、基本的に書きたいもの、えー、好きなもの面白いもの綺麗なもの美しいもの書きたくないものは書くべきではないと思います書きたいという意欲をそぎます3いつどこで書くか えー、毎日続けられる環境が望ましいですね各習慣を身につければしめたものです、えー、日曜画家は、えー、自制心が必要なの,なので普通の人は続きません、えー、職場の就業時間外時間、えー、早朝出勤して、えー、始業前とか工場なら休憩時間に書くことも可能です4 どのように書くか下書きをするやり方は進めませんせっかく真剣勝負の水流感が味わえるというのにそれをしないのはもったいないと思います偶然性も生かしにくく下書きを消すというその無駄も多いので生産性も乏しくとにかくつまらないと思います基本的に書きたいように書くのが 良いいと思います。こう書かねばならないということで頭がいっぱいでは書いていても楽しくありませんまず書きたいところから最初に書くのが自然ですね人物画なら目から書、えー、いて片目が決まればもう一方の目が決まり、えー、両目が決まれば口が決まり目と口が決まれば紙その他のところが決まります クソの模様とか指先とかどうでもいいところは後回しにして何となれば省略しますまあただしでたらめにまず紙を汚してから書く方法などもあります最初から何を書くかを決めつけないことは重要だと思いますこのわずかの変化から無限に近い展開のバリエーションが発生するというのにその可能性を殺すようなもったいないことは 避けたいところですそれによって上手に描けるようになるかもしれませんけど、えー、そのパターンから出られなくなりますそういう意味では、えーえー、模写も、えー、似顔絵も同じタイプや同じタッチの絵も長く続けるものではないと思います、まあ、そういう意味で模絵、えー、のような定まった、あのー まつげを広角とか、白目,白目を広角とかも、その目の描き方みたいなものは教えるつもりはありません。以上です。